こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は200回です。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいな。さあ、ということで200回、200回って何年やってるってこと？1年間50何週でしたっけ。ちょっと僕算数弱いんですけど、まあでも4年をもうすぐ、もう4年目には突入してますけど、すごいですね。なんで区切りのいい数字に人間って弱いんでしょうね。本当にそうですね、数字に弱いですけど。研究したくなっちゃう。本当ね、石原さん継続の力を言ってますけど、やっぱり4年とまでは思わなかったですね。忘れてるからね。そうですね、うん、だからまあそんな中でも4年とか、今日も収録ですかみたいな気軽な感じで毎回やってますけど、うん、ということで、まあ、今日も安田さんも引き続き200回にふさわしいゲストですが、よろしくお願いします。はい、はい、ということで200回記念、30代の方からいただいています。いつも拝聴しております。石原先生のお話から多くの仮説と検証を繰り返す日々です。本当に有益なお話ありがとうございます。私は数名の設計事務所を営んでおります。設計事務所も数多く種類がございまして、イメージで言えばお医者さんの外科内科心療内科など、お医者さんといっても専門が分かれているように多様に分かれています。その中で我々は住宅のデザインに特化した仕事をしています。以前ポッドキャストでデザインの大切さを語っていらっしゃいまして、非常に共感し実感しています。しかし日々の仕事で違和感も感じています。住宅という個人の持ち物に対して一軒ずつデザインし続けることは楽しく、お客様の満足度も高い反面、サービスの方で人件費が増大し、ビジネスとしては成り立たない部分も多くなっています。クリエイティブな部分を残し、こういった個人対応のお仕事をするときの注意点などありましたら教えていただけたら幸いです、ということですが、まあ、またデザインともちょっと絡んでますが、これは どちらから。いや、それはゲスト、ゲストですね。失礼しました。多分これはでも毎回この無茶ぶりみたいな感じですけど、これでも多分一致してるんじゃないかと思いますけど、今日の中では一番、はい、要するに安く売らなきゃいいだけなんじゃないかと思うんですけど、そういうことじゃない。そうですよね。そうですよ、はい、ただその分値段高くすりゃいいじゃないかって、うん、マーケットだからどこに行くかっていうことをちゃんと考えて、うん、そこを守ればいいわけですね、うん、はい。僕ですら逆質問の時に答える位置を書いてたんです。やっぱ価格を上げるって書いてましたね。そうですね、やっぱりそこ価格を上げる、そうね、価格を下げない、うん、あ、そうか、上げるというか下げない、うん、これはだからそうか、そうするともう一発回答になっちゃいますけど、2人とも意見は一緒、はい、終了です。終了。これあとまだね、7分ぐらいあるんで、あとね、どういうふうにこういう時考えるかですよね、うんうん、たまたま昨日もちょっとそれに類するような話で夜ご飯食べながら解説をしてたんですよ。でそれ何かっていうとさ、顧客の側から見た時にですよ、でも、まあ、値段上げるのはいいよ ね。それから、まあ、デザインなんで住宅最低いくら以上でデザイン料いくらっていうふうにするじゃないですか。でそういう住宅をデザインしてくださいみたいな感じでオーダーしてくれる人はどういう人なんだろうっていうことですよ ね、うん、ね。でね、そのオーダーしてくれる人ってきっとこんな感じなんでしょうっていう、その人から見た時に安心する人になるべきなんですよ、うん、要するにただ値段上げればいいとか素敵なデザインが結果としてできればいいかっていうと、そのマーケットを上げて値段を死守するっていうか、高い値段でビジネスをするためにはどういうふうなことをしなきゃいけないかって言ったら、オーダーする人から見た時に安心する自分にならなきゃいけないですね、うん、そうですね。値段を単に上げるとか、すごいものをするデザインするからいいんだっていうと、実は顧客の側からものすごく頼みにくい人になっちゃうんですよ、うん、でここは何が影響するかっていうとね、発見した人はいいんですよね、自分は。はい、まあ住宅にデザイン料を例えば500万払いましたとね、まあ、800万払いました、すごい良かった、だけどそこから先に口コミができないっていうか紹介されないんですよ、うん、それどうしてかというとライフスタイルが合わないから、うんうん、でそういう意味ではこの人何やんなきゃいけないかって言ったら、自分がオーダーする人たちから見て、うん、安心できるこの人になんなきゃいけないっていうことがすごく重要ですけど、うん、それどう思われます？いや、全くその通りですね。デザインやってるって書いてありますけど、デザインって何なのっていうことだと思うんですよ、うん、つまりそこにお金をかけると何が変わるのかっていうことじゃないですか、うんうん、だから休めりゃいいんだと思ってる人は絶対その方にお金払わないし、うんうん、だからそうじゃない何かを提供するっていうことでしょ、うん、いやちょっとおしゃれなんですとか言われても分かんないですし、うん、だから彼はデザインしたものとそうじゃないものの違いを彼は語れるのかなって思うんですけど、うんうん、語れるんであれば、あ、
そこにお金かけたいっていう人に売ればいいだけのことであって、多分選べないんじゃないですかね。今のままだったら顧客が、その人が作ってる家と他の家の何が違うんですかっていうことが分かんないんだと思うんですよ。でね、富裕層向けのマーケットに対してサービスしたいしたいって言ってるんですよ。で、まあとりあえず値段上げてみました。でなんでそこにその顧客がオーダーしてるかっていうと、ものすごく面白くて、しょうがないからそこにオーダーしてますっていう富裕層がものすごいですね、うん、でそれはたまたま値段上げて、まあ値段っていうのはある意味でさ、マーケット分けてくれるじゃない、うん、ね、なんだろう、安ければいいっていう人と安いから心配ってあるでしょ、うんうん、高ければいいっていう人いますからね、高いってことは何かっていうと、高いことで安心が買えたりとか、うん、その後のアフターフォローもいいんじゃないとか、うん、あるいは高い商品を買うことによって、安全を変えますよね、うん、のでとりあえず値段は上げるっていうのはすごく重要なんだけど、うん、値段上げただけだと実はすごく不安なんですよ、うんうん、でビジネスもでかくなるね。それが何かって言ったら、これ、ね、ライフスタイルまで一緒にしてくれないんですよ。ライフスタイル、うん、だからオーダーする人と同じ服着てりゃいいんだよ、うん、わかります？これすごい重要なこと言ったけど、例えばオーダーしてくれる人たちと同じとこ旅行行ってないとダメです、うん、僕この間ね、早川君と一緒にアメリカ行って、はい、ナパっていうとこ行ったんですね。ナパバレーってあるんですよ。でナパバレーっていうのはアメリカでも一番ワインが有名になってて、その中でオーパスワンっていうとこがあって、そこはワインの飲んでる人から見るとカリフォルニアワインの一番上で、うんうん、え、そこ行ったのって、私もさって2年前に行ったんだって試飲したよねって話になるんですよね、うん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 、あ、行きました行きましたって、あそこの形ってワイングラスになってるんですよねって言うと、うん、何が起きるかっていうと、あ、この人は自分のライフスタイル分かってて理解してくれているってことなんですか。なるほど、うん、だから値段上げてるだけじゃなくてライフスタイルまで合わせてくれないと安心がないんですよ、うんうん、だから、ああ行ったことありますよねって、こうでしたよねって言ってくれたら、うん、ああよかったってなるんですよ、うん、でそこがねみんな分かんないんで、富裕層富裕層って言いながら、うん、富裕層から見た時にそうか周りが分かってないからしょうがなくて選ばれてるっていうサービスをもうみんなやってますよ、うん、で僕はどうするかっていうと、まあ、これ本当にコンサルになっちゃうんだけど、うん、もう全部同じようにしろって、うん、できればそれ上に行けって、うん、むしろそこさらに上、そうそうそう、うん、いや何々さんってお家作るんだったら最低どことどことどこか見に行ってきてください、うちの顧客のほぼ8割はその辺見てからうち来ますよ、うん、どこですかって、ナポリのどこどことか、うん、ね、そうでスペインのどこどことか、うん、からまあアメリカだったら、まあ、ニューヨークのデザインホテルのどことどこか見てきてくださいって、うん、お泊まりになってますかって言えばいいんですね、うん、そうするとあそこ行ってるの、うん、あでもその意識は強いですよね。そうお互いがあると共有できると。安田さんがやっぱりそういう意味ではすごくセンス良かったのは、はい、会社をお作りになってから上の方にグワーって持ってきましたよね。そうですね、まあ、自分で体験するのが好きだっていうのもありますけどね、うん、だから当時だと怖くて入れないような寿司屋、ねはい、僕は実際でも富裕層の人でも本当に高いっていうだけでよく味わかんなくて来る人っているんだと思うんですよね、うん、でもやっぱり大事なのはちょっと無理しててもそこでやっぱ食べたいっていうような人がすごく大事だと僕は思ってて、うん、つまりその金持ってるから高いもの食べるわけじゃなくて、はい、無理してでも食べたい理由みたいなのがその人にあるんですよ、うん、そこをやっぱこう解き明かしていくことが大事で、うん、やっぱそれってね提供してる側が教えないといけないんですよ。してる側がですしてる側が家に対するこだわりっていうのはこういうもんなんだとかっていうことを教えてあげると目覚めていくんですよ人間って、うんうんうん、だから師匠になっちゃうことが僕すごく大事だと思うんですよね。師匠か、はい、あ、だからライフスタイルをだからこちらが提供してあげるようになれば、うん、そしたらその石原さんのおっしゃるようにそう言ってみて、うん、よかった素晴らしかったということになるわけです、うん、自分の考えが甘かったって分かったでしょって、うん、じゃあどういうデザインしましょうかって、うん、いうふうにすれば安心で上に行くじゃないですか、うん、そしたらマーケットをそのまま根こそぎ持ってくるのにみんななんか普通の格好してて富裕層の人と対応しようとするからもう富裕層から見たら怖くてしょうがないんですよ。もうくじ引きするみたいわかります。だから経営者休め休めと僕は言うのは
そういうことも含めてマーケットがすごく確実に変わってきているわけじゃないですか。でその辺が分からないで顧客に対応しちゃうと、もう顧客は本当不安ね。まあ、よくね、価値をちゃんと伝えてあげることは大事だっていうのはよく言葉ありますけど、やっぱり今安田さんおっしゃったように、その師匠になる、はい、やっぱり提供する側は提供される側を育てるっていう気持ちがないと別れしないんですから、そんなの最初からものすごい味覚のお客さんなんていませんから、そんなの、うん、昔はさ、なんかその先輩後輩でそういうことをちゃんと教えてくれましたよ、酒の飲み方とか教えてくれる人いたじゃないですか。最近そういう人なかなかいないんで、こういうふうには振る舞うんだよとか、はい、それありましたよ、ね、ありましたありました、はい、で安田さんなんか見てるとやっぱりそういう方にちゃんとこう自ら行って学習してたんですよ、うん、はい、しましたね、ね、だから無茶なお金のとか、はい、されましたよね、しました、はい、僕はだから安田さんがこれからもっとこう出てくときに、うん、その感覚持ってる人が世の中ものすごく少ないのを知ってるんで、そことピントが合えば面白いなと思っているんですよね、うんうんうん、そうか、いや深いですね、キーワード師匠という言葉を僕もメモらせていただきました。200回にふさわしいテーマ、ふさわしい答えをいただきましたが、最後に安田さん今回4回にわたってご登場いただいて、せっかくなんで安田さんもあのポッドキャスト番組をやっているので、はいはい、今後について、あ、安田よしおのビジネス相談っていうのをやってたんですけど、今はですね、そうですね、もうちょっと無茶苦茶なことやろうと思いまして、はい、安田よしおのゲリラマーケティングっていうですね、はい、とにかくあのゲリラなことだけしか教えないっていうようなそういう番組をやろうかなと思って。ゲリラなことしか教えない、ビジネスに限らず、はい、あ、ビジネス限らずですか、ゲリラマーケティングというとビジネスだけですけど、はい、人生がマーケティングですから、だって恋愛だってマーケティングじゃないですか、はい、もうすごいやらしい方ですけど、なるほど、じゃあこれは多分これからだから11月ぐらいですかね、配信多分きっと、そうですね、はい、安田さんのメールマガジンとか本当面白いよ、あ、ありがとうございます、ここに行きますかみたいな感じを毎回僕はしてて、はい、ひゃーとか思いながら、それは石原さんが考えてるからそう思うんですよね、あ、はい、そっか、ね、なるほどね、だから方法のプロセスでなんでこの答えに気づくんだっていうのは石原さんがそれについて考えてるからそう思うんですよ。なるほどな、立ち止まってちゃんと考えてる、 数少ないっていうかほとんどないんですけど安田さんのやつは見てます、 あ、 ありがとうございます。ということで安田さんの安田よしおのゲリラマーケティングも楽しみにしてますので、はい、ぜひ見てください、はい、ということで石原明の経営のヒントプラス、今日は第200回ということで、この公開収録も今回で最後となりますが、またどこかでお会いできればと思います。石原さん、そして安田さん、どうもありがとうございました。